下に通しベラをして縫う位置の印をします。まず袖下です。上前の袖は袖付けにガラつけがありますので、これがガラつけの折りです。ここから袖幅を当たります。袖口には五輪の輝がかかりますので、袖幅、ここは袖山になりますけど、袖山が八寸七分なので、ここは五輪足して八寸七分五輪のヘラをします。その位置で見ますと、多少この線が斜めになっていますので、斜めになっていますので、その延長線上、だいたい縫い代が一寸一分になりますね。この辺りだと、ここが袖付けのエラーです。ここを縫い、ここでは袖幅が8寸5分になりますので、ここでは8寸5分5厘のヘラ。そして中間ですね、4寸5分の中間だから2寸2分5厘ですか。2寸2分5厘のところは、袖幅が8寸6分ですので、8寸6分5厘のヘラにします。後ろ袖の方は柄合わせがありませんので、ここで8分って多少斜めになっていますので、あまり急にやっても7分5輪にします。
袖です。そしてここが口下の縫い、こちらが袖下になります。それで、これが袖丈のエラーですね。上前の袖は表袖の表袖のですね、袖下の袖丈のエラーから袖口のところ3分5分入ったところ、これ丸みの大きさなんですけども、3分5分入ったところにちょっとヘラをしておきます。口合わせをします。口合わせを縫います。表が少し緩いのを引っ張って曲がらないようにまっすぐすり合いを均等に入れて縫います。この針の穴に通っている糸の位置を多少ずらします。そしたらまた縫い出します。口合わせの縫い止まりは一針返して留めます。ヘラがずれないようによく確かめて、そうしましたら止めます。今上前の口合わせをしましたので、続いて下前の口合わせをします。下前の袖には袖付けに柄合わせはありませんが、口と振り、この柄ができるだけきれいに出るように、この場合でしたら口合わせの縫い代をちょっと見てから、何も柄とか何かの制約がなくて、袖幅も何て言うんですかね、布幅十分できるんであれば、普通口合わせは3分の縫い代で縫います。
袖口です。